カテテルチャンネル、猫とラジオと猫じゃらし。みなさんこんにちは。カテテルチャンネルの看板ワイバン姉妹、姉のルーナよ。こんにちは。同じくワイバン姉妹、妹のアストリアです。最近暑くなってきたわね、アストリア。急にどうしたの、お姉ちゃん。知ってる？一流ラジオパーソナリティはリスナーの日常に配慮して天気の話題から入るものなの。というわけで、天気の話題でラジオ慣れしてる感をアピールよ。私たちまだラジオ始めて2回目だけど、というかサブタイトルの猫とラジオと猫じゃらしってどういう意味？細けえことはいいのよ。とにかく今日は天気の話題からやっていくわよ。さあカモンアストリア、天気の話題。じゃあ最近暑くなりまし。待ってアストリア。どうしたのお姉ちゃん。暑いだなんて言い出したら、寒い時期にこの動画を見てくれている騎士様への配慮が足りないじゃない。お姉ちゃんは記憶喪失なの？そう。だから記憶がなくなっても自分が何をしていたかを思い出せるように体にメモを残しているの。何も書いてないけど。でも暑いで思い出したんだけど、今年も始まったね、例のイベント。夏イベントね。今回の夏イベントでは新英雄が2人も登場してるんだって。お姉ちゃんは引く？愚問ね。すでに食事代を削る覚悟はできているわ。あんまり無理はしないでね。そういえば話は変わるけど、前回のラジオで騎士様から募集したお便り、すっごい量が来てたわ。急に話題が変わった。でも本当にびっくりする量だったね。全部読むのすごい大変だった。改めてお礼を言わせてもらうわ。応募してくれた皆さん、本当に本当にありがとうございます。じゃあ早速お便り読んでいこうか、お姉ちゃん。そうね。というわけでいくわよ、お便りコーナー。まずはこちら、ガデラジネームおもち箱さんからいただきました。おもち箱さん、ありがとうございます。ルーナさん、アストリアさん、こんにちは。ぶしつけな質問になるかもしれませんが、お二人はどの高さまで飛べるのでしょうか。だってお姉ちゃん。なるほど、私たちがどこまで行けるのか知りたいのね。教えてやりなさいアストリア。13キロや。そういうこと。さあそれじゃあバンバン質問を読んでいくわよ。続いてのお便りはガデラジネームガデテル大好きおじさんさんから。お便りありがとうございます。ルーナさん、アストリアさん、こんがでー。こんがでー。お二人に質問です。2周年動画の時にお金が必要だからニューチューバーになったと言っていましたが、なぜお金が必要なのか教えてもらうことはできませんか。なるほど。気になって毎日10時間しか寝られません。熟睡してる。でもよく考えてみたら、確かに私たちがなぜお金が必要になったのか、その理由についてははっきり語っていなかった気もするわね。そうかもね。初見の騎士様もいるかもだから、ここで改めて話すのもいいわね。アストリア、教えてやりなさい。オッケー。みんな長い話になるわよ。飯代を稼がないとやばいから。こっちこ。じゃあ次のお便り行くぜ。その口調は一体何。ガデラジネーム火星の王さんからのお便りです。止まるんじゃねえぞ。ルーナちゃん、アストリアちゃんに真剣な質問です。目玉焼きには醤油ですか、ソースですか。ふんふん。この質問はあれね、古来より続く
キノコタケノコ戦争と同じ紛争状態を私たちの間に作ろうとしているわね。キノコタケノコって何？お姉ちゃん、ググりなさい。けど残念だったわね。私たち姉妹にそんなトラップは無意味。アストリア、ここは私たち二人の息がぴったりなところを見せるチャンス。せーのって言うわよ。ああ、せーの、ソース。って、お姉ちゃん大変。もう次のコーナーの時間になっちゃった。なんですって？ぐ、まだまだお便り読み足りないのに。とりあえず今回のお便りはここまで。次回もバンバン答えていくわ。引き続き騎士様たちからのお便り待ってます。ちなみにお便りを読まれた方には配信から1週間以内に運営さんから DM が届くから、読めるように DM を開放しておいてちょうだい。なりすましにはお気をつけて。どんなプレゼントが届くか楽しみに待っていてちょうだい。お楽しみに。というわけで次のコーナー、が出てる小話、バズるネコ動画の作り方。お姉ちゃん、突然だけどバズる動画の作り方をご存知？本当に突然ね。さあ答えをどうぞ。ブブー、正解は猫動画でした。まだ何も言ってないんだけど。というか猫動画？そう、最近動画見てて気づいちゃったの。猫系の動画を撮れば人気者になれるっていう必勝法に。これ極秘情報だからみんなには秘密ね。多分みんな知ってると思うけど、今日は猫さんを私たちのスタジオにお招きして可愛い様子を動画に収めるの。こうすれば大バズり間違いなし。なるほどね。というわけで紹介するね。猫のミケ様だよ。みゃー。うん、アストリア、違う。バズる動画に出てくる猫と違うわ、アストリア。お姉ちゃん知ってた？こちらのミケ様は猫のプロなの。猫のプロだよ。猫のプロって何？猫のプロだよ。バズるがにゃにかは拙者はさっぱりわからんが、かっこいいことにゃらお任せあれ。でもよく連れてこれたわね。アユ一匹あげるって言ったらついてきた。報酬やっす。お礼に炎の呼吸か足シニ流くらいなら伝授してあげられるよ。お礼をも、心を燃やせ。そういうわけなのでミケ様、早速猫っぽい感じのことをなんかお願いします。指示出しが下手くそなディレクターみたいなこと言ってる。いい感じでいいんで、なんかいい感じにお願いします。寄せなくていいわよ。一を聞いて十を知る、それが猫というもの。二人の要望しかと聞き届けた。つまり二人は拙者のようにゃ猫のプロになりたいということでいいね。はい。で、猫のプロって何なんですか？それじゃあ二人ともついてきて。猫のプロになるための修行を始めるよ。猫のプロって何なのよ。こうして猫のプロになるための修行の日々が始まった。はじめに猫らしい立ち振る舞いの訓練をするよ。はい、よろしくお願いします。お師匠、猫と言ったら優れた身体能力。猫は結構高いところから飛び降りても平気にゃの。へえ。じゃあ二人とも今からこの高さから飛び降りてみるよ。もちろん羽を使って飛ぶのは禁止ね。なるほど。一応聞いておきたいんですけど、お師匠。に
ャーニー。これ高さどれくらいあるんですか？50メートル。いや無理でしょ。つべこべ言わにゃい。さあ行くぞ。うえい。ひゃー。猫のプロになるためには猫語のマスターも必須科目にゃのだ。なるほどなるほど。ちなみに猫語を話すときは必ずにゃの言葉をにゃにしにゃいといけないので気をつけてね。にゃは必ずにゃね。わかったかにゃ。なるほどなるほど。さっぱりわからんわ。にゃのことを踏まえた上でこの早口言葉をやってみよう。はい、アストリアちゃんから。にゃせばにゃる、にゃさねばにゃにゃ、言えないですよ、お師匠。ちなみに、お師匠は言えるんですか？お手本を見せてください。よし、今日の修行はここまで。言えないんかい。次は、一流の武士としての技を伝授するよ。もう、猫関係ないじゃない。まずここに紙が1枚あるね。これを今から刀でスパーンと切り裂くよ。いくよ。おー、どう思う、アストリア？いい感じなんですけど、もうちょっと派手でお願いしたいです。もうちょっとだけ。またディレクターになってる。そうは言われても動画に出せるような技はこれが限度。これ以上は見せられにゃい。じゃあ猫さんが好きなものをあげるので、それでなんとかお願いします。猫が好きなもの？またあゆとか。猫じゃらし。なるほどね。猫じゃらし、猫じゃらしだ。お姉ちゃん、撮影チャンスだよ。ミケ様が猫じゃらしを追いかけているところを動画に収めればバズる動画が撮れるはず。あ、なるほど、その手があったわね。じゃあ早速カメラを構え。猫じゃらし、猫じゃらしだ。あれ、猫じゃらしをよこせ。ちょっと想像以上に凶暴なんだけど。なるほど、刀を持った猫が猫じゃらしを追いかけると凶暴な獣になるんだね。真面目に分析している場合か。猫じゃらし逃げるじゃん。追ってくるんだけど。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。武士っぽい猫に猫じゃらしを見せるとアパレル。どほほ。もう猫動画なんてこりごりだわ。にゃんだかんだであっという間にエンディングのお時間だね。そのうちゲストを呼びたいとは言ってたけど、まさか2回目から出てくれるとは思いもしなかったわ。3回目はどんなゲストが来てくれるかな。なんで来る前提なの？どんな風にスタジオ破壊されるかな。壊される前提なの？まあそれはさておき。置いちゃった。今回は少しだけど騎士様たちともお話できてよかったです。次回以降もバンバン質問に答えていくから、今後もお便り待ってるわ。公式サイトや X からお便りの質問フォームに飛べるので、どしどし送ってきてください。ちなみにお便りを紹介された方には、なんとガーディアンテールズのオリジナルグッズをプレゼント。皆さんからのお便り引き続き待ってます。というわけで本日はここまで。チャンネル登録、いいねなどなどお願いします。次回も見てね。それじゃあ